2023年の11月末でございます。皆さん、ゴジラマイナスワン見てきましたか？私はまあ2回行きました、劇場へは。私は台本を事前に読んでいたので、そのストーリー展開なんかの衝撃度は、まあ、皆さんと比べるとなかったんですけど、それでも2回行ってますから、何がすごかったか、まあ、私が一番にゴジラマイナスワン評価するとしたら俳優さんたちですね、俳優さんたちのパワーに圧倒されました。普段ね、邦画をねあんまり私見ないんだけれど、それはなぜかって言ったら、役者さんの演技がどうしてもこう違和感を感じてしまう。日本人、同じ日本人だからね、喋ってる感じ、普段喋ってる日常会話と演技の時では喋り方が変わるじゃん、どうしても。そこで演技臭いなって感じられちゃうと、もう見るのやめちゃうんですけど、ゴジラに関してはもう完全にその役者さんの演技力というか、もう表現力がもう素晴らしすぎて、撮影現場ってほとんどねグリーンバックというかさ、合成だから、ゴジラもいない中でゴジラが見える表現をしなきゃいけないから、表情、感情表現、もうそこに圧倒されました。もうそこが一番私がゴジラマイナスワンの評価、称賛すべきところですね。まあ、とはいえ、まあ、今月話が変わって、ソフビをあまり収集してないんですけれど、でもとりあえずゴジラマイナスワンだから、まあまあこちらですね、怪獣王シリーズのちょっと大きいサイズのゴジラです。はい、ちょっと大きいサイズの、これアマゾンでも普通に買えますね。いいですね、やっぱこう劇中で見たやつがこう手元にこうやってある、いいですねこういうのね。いずれまた配信なりビデオ化された時はゴジラマイナスワン見ながらこれをこうやって持ちながら見るのが楽しいんですよねそういう子供時代送ってきたもんね。通常のムービーモンスター、まあ、限定版、まあ私が持ってるのはこの限定版なんだけど、これが普通のサイズじゃん。サイズはね、これも限定品だけどさ、まあ、このような大きさの違いがありますけど、やっぱでかいっていいよね。そうそう、こんな感じですけど、ディティールが、このようになっております。はい、で尻尾がこうグニャンとここに曲がってんだけどね。まあ、ということで、そのゴジラの評価ですかね、今回のゴジラマイナスワンのすごかったところ。まあこれ SNS で見るにも、やっぱハリウッドには負けてないねっていうのが今回のマイナスワンのすごいところですね。もうすごかった。私の一番好きだったシーンがね、中盤あたりで海にこの完全体が出てきた時の戦艦に乗っかかるとこあるじゃん。これあんまネタバレになるから言えないけど、戦艦に乗っかかるとこがあるじゃん、ゴジラが。あそこのこう下から見上げた時のあのゴジラのこの神々しさというか、破壊神、神としてのゴジラ、日本人が、日本人の見たゴジラ、あそこが一番すごかったね。俺これ日本映画かなって思っちゃった。さすが山崎監督やってくれましたねと思いました。ほんとすごかったですね。まあこれからのゴジラですよ。このマイナスワン、一歩下がったところから再スタートするっていう意味でのマイナスワンっていう意味もあるらしいんですけれど、ハリウッドに負けてないってよく言われるんじゃないかな。そうじゃないんですよ。やっぱこれからの課題は、初代ゴジラがそうだったように、日本独自の特撮だったのが初代ゴジラ。着ぐるみを着てミニチュアを破壊するという演出、あれが日本独自なものだったから、これからの新しい令和のゴジラも日本独自の見せ方をさらに研究していってほしいですよね。ハリウッドに追いつけじゃなくって、ハリウッドを追い越せじゃなくって、日本はこれなんだっていうのを今後また表現していただけたらなと、私はそう思っておりますので、東方さん本当に。ということで、まあ、今日もね、ちょっとでもソフビ買ってないと言いながらもうだいぶお金いっぱい使っちゃったから、今月もあまりソフビ買ってないんですけど、はい、ということで、ソフビ紹介、フィギュア紹介のお時間でございます。はい、本題はここからでございます。はい、そう、まあ、先日ね、1週間前岐阜県大垣市に行ってきました。で、大垣で撮影の仕事を終わった後に、そういうお店によってですね、私が買ってきたのがね、はい、綾波レイです。またこんなん買っちゃうのっていう、これがあるから買いました。これ安かったよ、1000円ちょっとで買えたから。そう、言い訳としてはゴジラ持ってるから買いました。これがなかったら買ってないですけど、なかなかね、シンゴジラの時のエヴァとのコラボだね。で、まあ、先日もさ、これ紹介しましたけど、ね、1984年製の、バンダイポピーの、モスゴジ、バンダイポピー製のこれ限定版らしいですね。今後から知ったんですけど、約2ヶ月3ヶ月前に入手しました。私は小学1年生の時からこれが欲しかった。で、41歳にしてようやく手に入れることができた。で、通販で買うんじゃなくてちゃんと店舗で見つけて買う。で、私が当時見たのが、
1988年製のこれの再販版のやつをリアルタイムで小学生の時に見てほしいなと思ってた。だけど41歳になって手に入れたのは限定版のその88年版よりもさらに価値の高い、まあ、形としてはほぼ同じ84年製のモス50を入手することができたということで、これが欲しいけどこれが手に入らないから、これが欲しい気持ちを補うためにたくさんのゴジラソフビたちを集めて私の空いた心の隙間を埋めてきていたんですけど、これが手に入ったからもうしばらくソフビいらないかもなってマジで思ったんですよ、ね、これにてソフビ収集完結とまで言いましたけど、さあ第1章完結でございました。第2章はどうやって始まるのか、うん、あのコメントいただきましたね、じゃあ次は愛蔵版ゴジラ、巨大ゴジラのソフビを入手してはいかがでしょうかという、ご意見いただきました。確かにね、うん、まあ、この間喋った YouTube でも喋りました。小学1年生の時にこれ欲しかった。でもね、1994年ですね、私が小学6年生の時にさらにこれよりも大きな平成版ゴジラが発売されると、ソフビのこんな大きなやつが。1997年ですね、私が中学3年生になった時に、私のお家から3キロ先にあるおもちゃ屋さん、ドリームランドっていうところがあったんだけど、97年に94年製の平成ゴジラ愛蔵版巨大ゴジラのソフビが私の家から約3キロぐらい行ったところのおもちゃ屋さんに売ってるじゃありませんか。お年玉少ないけれどもなんとか2万円貯めて、私は中学3年生、1998年のお正月、2万円貯まったからマウンテンバイクを漕いで中3の林少年はおもちゃ屋さんに向かいましたよ。普通おもちゃ屋さんで友達と行くけども、その時は一人で行ったんだよ。だってこの巨大ゴジラを俺は買う覚悟を決めて、友達と遊ぶためじゃなくってあいつを買うために俺は向かったんだよ。でこんな大きなやつ買ってどうやって持って帰るのと、マウンテンバイクで。それはちゃんと店員さんに頼みます、宅配お願いしますって、うん、さあ今度こそ買うぞ。ドリームランドのおもちゃ屋さん入り口入ってしばらく行くとプラモデルのコーナーがありまして、ミニ四駆のコーナーがありまして、さらに奥に進むと置いてあったんですよね、愛蔵版のゴジラ、こんな大きいのがな、置いてあったはずなんですよね。なくなってた。あのゴジラ、あそこに置いてあったゴジラどうしたんですか。いやあれね、売れないから業者さんに返しちゃった。ああそうそう、まあ元はこれが欲しかったから、私はこれが欲しかったから、これが手に入らないから愛蔵版の方が欲しいって思ったからだったけど、今これが手に入ってから一旦もうね、私の気持ちはこれでね、これで満たされてるんですよ、こいつでね、ということです。はい、よっこらちょっと、ということで画面に入りきらねえじゃねえかって、ってことで、あのやってきました、でっかいなおい、はい、取れたてピチピチでございます。愛蔵版でっかいなおい、愛蔵版ゴジラ1994年製の平成ゴジラでございます。どうだおい、このでかさ。探したわけじゃないんだけど、あったもんでね、売ってたから買ってきちゃったよ、うん、欲しいとか欲しくないとかそういうことじゃない、とりあえずあったから取るなこれちっちゃいな、これがちっちゃく感じちゃうんだよな。まあこれもね、あのこの間の YouTube で喋ったけど、あの通販で買わずに、あの私はどっかの店舗で出会うまで渡り歩いたわけですよ、いろんなリサイクル店を。で結局そのいろんなとこ渡り歩いてこいつを見つけたのが、なんと私の家から一番近いリサイクル店なんですよ、うん、チャリで行けるぐらいのところでこいつ見つけた。それと同じ店でこれ見つけました。愛蔵版置けないんだけど、こう行きます、うん、とりあえずここでいいですか。そう、このでもこの高さいいですね、これ。でこれ買ったのがね、ほんの3日くらい前です。まあ、そのお店もさ、あの週に1回は行くんですよ、フラッと暇な時に。そしたらね、そのお店のね、ゴジラの置いてある棚のこれ、あのケースに入りきらないから、その棚のさ、こんな上の方に置いてあったんだよこれ。で私はまあ買わないよと、うん、愛蔵版は買わんよ、今言った通り巨大ソフビのモスゴジが手に入ればあの満足してんだから、もう僕あのいいですこの人は、で30秒だけ思いました。もういい、買わない買わないで30秒だけ思いました。はい、
1分後にはさあ買ってこっかなに変わりました。はい、だって迷う理由ないもんね。だってね、俺だよ、ね、高いとか安いとかそういうことじゃないよね。あったら買うよね。俺欲しいとかいらないとかそういう話じゃないもん。あるからあれは買うよね。向こうからこっちにやってきた気がしてならないです。はい、私がこれメルカリとかで買ったんじゃないですよ。すげえ近所で買ったんだよ本当に。そうだから彼からこのお家にやってきたということです。はい、置き場所一番悩んだのはね、買うのに一番悩んだのはね、どこに置こうかを考えて悩んだ。まあそれは買ってから考えようということで買いました。はい、置き場所には大変困っております。えらいことになってきたな部屋の中が。さあということです。はいね、モスゴジちっちゃいなこれ、ちっちゃいなこれ。これがあの1万2000円プラス税で1万3500円で買ったんですよ。めちゃくちゃ安いんですよこれ買った時。なんか値段の設定がおかしいけど、そこのとこ、まあ、多少のねあの塗装ハゲがあったりとか背びれにひびが入ってたりとかタバコの匂いがあったから安くなってたと思うんです。でもそれは全部直しちゃったから、うん、尻尾のグラグラももう全然あの直してるからさ、これもね、うん、直しちゃったから全然もう多分これもう一回売ったら1万3500円どころじゃないと思いますよ。普通に売ってたら84年製の当時限定で発売されてたやつだからさ、そんな値段じゃ買えないっつうのこれね。でそんなお店で買ったから、さあ皆さんおいくら万円だったと思いますか。はい、そこのあなた、そうだね、確かにネット上で見てるとメルカリで見ても今パッと見るとだいたい8万円だね。安くて8万円、高いやつだと10万円、箱入りで売ってるやつが10万円とか、うん、一番高いところでやっぱもう20万円以上でメルカリとかそのなんかねオンラインストア、オンラインショップでね販売してると言いましたけど、これ買うときにね、まず店員さんに棚から下ろしてもらったんだけど、僕も手伝いながら下ろしたんですけど店員さんから、そしたらね店員さんがね、これ昨日入ったばっかなんですよって言われてさ、ポップがここにかけられてたんだよ。ポップもわざわざ作ってもらって昨日入ったばっかのやつもう買っちゃうの申し訳ないなと、しばらくそこの店舗に飾っておいてほしかった俺の気持ちとしては。でも店員さんがもう全然いいですよって、全然買ってくださいって言われたからもう遠慮なく買いましたけど、もう悪いからさ、これポップがここにかけてあったの、これがってことでお値段が、3万3000円です。嘘だろこれ本当に3万3000円って、いやだからさ申し訳ないからさ、店員さんになんかわざわざこのポップ作ってもらってさ、これ作って多分貼ったその日に俺が買っちゃったから、もうポップをくださいと、せっかくならなんか愛があるのかどうなのか愛があるのかどうなのか、多分ゴジラ愛あんまないよねこれね。まあ店員さんは優しい、そこのお店、うん、そう、あのねあるサイトではね、このゴジラね35万円で売ってるとこあったよ、どっかのサイトで35万円で。でそのサイト見た時に俺チャット確認したもんね、レシート俺間違えてさ、これカード払いしたけどさ、33万円で買っちゃったんじゃないかなって一瞬ドキッとしたけど、違います、ゼロ少ないですね1個ね、3万3000円。ついに私はこのレベルにまで達しましたよ。一体私のこのソフビ YouTube どこに向かっていくんでしょうか。そうだね、あとまあこのゴジラも買ってずっと私の家に置いてあって、この YouTube で紹介するだけってのもなんかちょっともったいない気がするんで、どっかに展示したいですよね。どっかに置きますよそのうち、うん。今制作中のあの映画が完成したらその上映会場にこれ持っていきましょうか。じゃあ関係ないけど、私の映画、今制作中の映画が完成しましたらぜひあの劇場まで足をお運びください。こいつを置いておきますからはい、ちょっと映画制作で忙しくなっておりますけど、更新が遅くなるかもしれませんが YouTube の引き続き末永くよろしくお願いいたします。